ご視聴ありがとうございます。クーライフスタイルのゆりえと申します。いつもありがとうございます。掃除を始めようと思って3時間経ちましたやる気スイッチを入れて掃除をしたいと思います。まずは掃除から始めようと思います。ぜひお付き合いください。くーちゃんと今日はお揃いの T シャツを着ていますさあ始めます。はい、やっとスイッチを入れて掃除を始めました。ダイソンでまずは床を掃除機をかけたいと思います。はい、で畳は目に沿って、掃除機をかけることを意識しております。これ逆らうと割と細かいゴミが入っちゃったりとか、あとは畳自体が傷みやすくなるみたいなので、この目に沿って掃除機をかけます。はい、よっこらしょと。この敷物っていうのはもう本当に邪魔くさいんですけどね、しょうがない。何がどうしたって、すごいガニ股で掃除機のゴミがすごい。俺は掃除機の音が大嫌い。あいつは俺より弱いんだ。強い俺に憧れてんだろ。俺の弟子になりてんだろ。はい、そしたらダイソンの、ヘッドを変えてソファーを掃除します。もう俺なんでこんなに汚れが毎回たまるんでしょうね。本当に気持ち悪い。すごくない、ちょっとこれは見せられない。結構1ヶ月に1回ぐらいこれやってるんだけど、ね、本当にこんな感じの顔になりますね。そう、こんな感じでもう何回も何回も往復してやるんですけども、はい、次は床掃除に入ります。定番のスコッチブライトの雑巾を使います。まあ、これは本当に腰が楽ですね。こんな感じでクイックルワイパーみたいに拭けるので、これがね、汚れが落ちるので私は気に入ってずっと使っております。ちなみに洗剤を、ガソリン注入してますね。洗剤、初期用洗剤薄めて使ってます。ママいつも掃除の時に踊っちゃうんだよ。すごく変な癖があるの。ママってちょっと変なんだ。はい、そしてくーちゃんのトイレ周りを掃除します。犬飼ってる方に聞きたいんですけど、犬って何回おしっこします？うちくーちゃんすっごいおしっことすっごいうんちの量なんですけどこれ普通なのかな。すごいんですよ、おしっこの量1日何回するんだ。 1,2,3,4,5 いや数えきれないぐらいおしっこをしますね。おいおい、お前のために掃除したぞ。お、はい、次はテレビボードの掃除です。ここはホコリがすごく目立ちやすいので、まめに掃除を行っております。使い捨てのペーパータオルを使って掃除してます。で、少しでも楽しく過ごせるように、好きな映画をかけて掃除をしてます。 BGM 代わりにしてます。やる気がこれで結構出るんですよ、私の場合は。はい、でこれは視聴者様に教えていただいたペットステップ、ソファーに飛び乗らないように、こんな感じです。これ楽天ルームに貼り付けておるんですけども、ぜひご覧になってください。なんかちょうどいいサイズ感で、なんか色も可愛かったですね。いろんな溝を掃除してます。この間買ったエアバギーにくーちゃん気に入って、ふん、入ってます、かわいい。部商品の地につけるやつを買ってあげたら、そこに顎乗せてます。鼻の穴、ごめんなさいね、今汚いんだけど、ダイソーのマイクロファイバー雑巾っていうのを、これ3枚セットで売ってるやつなんですけど、これでね、畳をぜひ拭いてほしい。タオルの使い古しとかでよく拭いてますけど、全然これ違う。もう一回ちょっとこするだけで、見て、畳以外にもなんかこういうところとかでもいいんですけどね、マイクロファイバー雑巾これすごくおすすめです。一度ちょっと使ってみてほしいですね。こういうところとかやっぱりすごいんです。なんか色が落ちてるんかなぐらいすごい汚れが落ちる。
気づいたらもう夕方だ。夕方になっちゃった。早い。この日は天気が良かったので、お布団の敷きパッドを洗いました。はい、これはダニよけシートですね。夫がなんかダニよけシートをすごい買ってきて敷いてくれって言うからちょっと敷いてます。もうね、この布団のセッティングで本当にめんどくさいし地味な作業で本当疲れるんですけど、でもこれ夫とか気づかないじゃないですか。私はね、もう布団の掃除した日は今日布団の掃除したんだからね、気合い入れてもう超疲れたんだからねって報告をしております。そうじゃないとなんかムカつくから。そして福ちゃんの散歩に行ってきます。ちょっと今ね時間が遅くて外も暗いので、で見てください、ピッこれちょっと二重にして使ってるんです。これネットで買いました。これめちゃめちゃ安く売ってたんですけど、これですごく安全です。みんなねやっぱり、あ、犬がいるってね気づいてくれるんだよね、くーちゃんこれでね。空は暗いんで、暗いとかこの時間になるともう暗くて見えないけど、これでどこにいるか分かるからすごく安全にお散歩ができます。もうね、せっかちくんだから早く早くって。はい、せっかちくんがね、せっかちくん、はいはい、行くから待ってて。よいしょ、行こうか。あ、カバン忘れた。カバン忘れちゃった。行ってきます。はい、帰ってきました。くーちゃん行くときにうんち、家の中でうんちしてたのに散歩でもまたうんちして、どうでした？今日ももりもりうんちが出た。たくさん歩けたね、くーちゃん。ちょっと疲れましたかね。まあ結構走ったからねちょっと疲れたけど、でもうんち出た。もうお腹空いちゃったな。うんち出たから、じゃあご飯にしようか、くーちゃんね。そうだね、早くご飯にしようか。今日は夫が遅いみたいなので、私夕飯一人でいいんですけども、無性にカップラーメン食べたくなっちゃって、今日はカップラーメン食べちゃおうかななんて思っております。色飛んでねえか。お、なんか白くね。サラダタッパーにしまっといたやつそのまんま、これにドレッシングをかけて、であと餃子にしようって、国産の野菜を使っているっていう餃子ですね。これがね美味しいので今焼いております。いや、具合飯ができました。たまにはいいんでねえか。くーちゃんも一生懸命食べてますね。どうでしょうか、美味しいでしょうか。くーちゃんよく食べるね。あー、いただきます。あー、箸がね辛うま辛うま辛うま